皆さんこんばんは、ジマでございます。今回の動画はコメント返し企画6回目でございます。各動画にですね寄せられている皆さんのね、コメントなんかをこう画面で共有しながら一緒に確認してですね、他の視聴者様が何を考え、どう受け取っていらっしゃるのかっていうものをですね、ああなるほどねという形で共有して、ナレッジとしてね、蓄えていく動画になります。私からのね、一方的な情報発信っていうのも、それはそれでラジオ的なね役割があっていいとは思うんですけど、ラジオなんかでもよくある普通オタコーナーみたいなね、ちょっと意味合い違いますけどね、普通にお便り送ってくるんと動画に対してのコメントっていう形なので、ちょっと意味合い違うんですけど、視聴者様とのこうキャッチボールの場としてこの動画をね活用していけたらなと。で、今回は大きく題材としてですね、 Z50 の受注停止の話であったり、 EOS R1、R5 Mark II のキャノンさんのね新しいカメラの発表、あとはソニーのカメラが全体的に 10% ぐらいポンって値上げしますよっていう、あとはニコンの価格改定ってあるんやろうかっていう可能性にね関して皆さんがどう思っているか、いやニコンは可能性、価格改定どうかなみたいな、皆さんのどう思っていらっしゃるかを、受け取れる、興味深いコメントがたくさんあります。恒例企画にね、6回目やから恒例企画になりつつ、視聴者様はそんなに再生される動画ではないんですけど、私自身ね、コメント寄せていただいてるのに、もう何もお返しできないのが、体力的にも時間的にも集中力的にも、限界なんですけど、ただこういう動画にすることによってより言葉という形でねお伝えできるので、なんかもう文字でババって勢いで返すよりも、しっかりとお言葉でお届けさせていただく方がね、視覚的にも楽しんでいただける、読んでもらったら読んでもらったわやし、スルーされたスルーされたわやし、そういう意味合いで受け取られたんやとか、なんかね一つこれがコンテンツになればなというふうに感じておりますので、気軽にね楽しんでいただく動画になればいいかな。特に当チャンネルは視聴者様層としてニコンユーザー様のね割合が結構高い、ニコン使ってる方が多いっていうものになりますので、時折入ってくるキヤノンさん、富士フイルム、ソニーさん使われてる方のコメントなんかはすごく貴重ですし、逆にニコン、他のニコン使ってるユーザーがどういった印象で使い続けてるのかなみたいなものを、へえそういう受け取り方あるんやみたいな、一つのね当動画を、楽しみつつ、ご活用いただけると嬉しいかと思います。今回もジマチューブスタートです。ジマチューブ、はい、改めましてジマでございます。早速今ね画面を切り替えております。私ね右下に映っておりますね。でずっとこれ続けてきているシリーズになりますので、今回6回目という形になります。なので途中からね話に入っていく形にはなるんですけど、1つ目、この右上にですねサムネイルがありまして、ちょっとタイトルが入ってますね。キャノン EOS R1 R5 Mark II 詳細発表、ニコン系 YouTuber が受け取った印象という動画がありまして、それに対するコメントというところですね。で、早速なんですけど、俊介さんかな、78023からすると、そもそもニコン使ってたから F80D100D2 の H の D4 の Z8 っていうねものを使い続けてきているので、 EOS R1 とか R5 の Mark II が出たとしても、浮気を考えたこともないですねみたいな、あなるほどそういう風にカメラを使われてる方もいらっしゃるんだなみたいな受け取り方で、ちょっとね映像としてはそんなに激しい動きはしないので、お耳拝借してねちょっとラジオ感覚で聞いていただけると嬉しいかなと思います。で他にはですね EOS R1、R5 の Mark II に関してはですね、今回の R1、R5 Mark II の路線ですね、路線を見るとキヤノンはニコンやソニーとのスペック争いであったりとかシェア争いからは、降りた印象を受けました。なのでニコンとかソニーが次このカメラはこんだけのすごいことができるカメラなんですよっていう風にね強調する中で、キヤノンは現実的に特に R1 に関してはこういったことをユーザーさんが求めてらっしゃいますよねってのをはっきり汲み取って、であればこういうカメラを用意しましたっていうのがすごく伝わってくる内容だったので、ご記載のね通り私もそういう印象があります。もうなんか高画素とか連写というよりかは使い続けれるカメラ、キヤノンのフラグシップ
もっと言うと 1DX を使っているユーザーさんが安心して EOS R1 に移れるにはどういった要素が必要なんだろうかっていうところにすごくポイントを置いたカメラかなっていうふうに見受けられたという形ですね。ニコンが Z8、Z9 で新たなニコンユーザーを獲得した、まあ、シェア拡大というか他のメーカーから呼んでくるみたいな獲得したようなことは今回の R1、R5、M2 では起こらない気がします。私も同じでございます。この 305F ミオさん、8さんかなと私も同じ印象でございます。これまでのキャノンユーザーをつなぎとめ、ほんまにそれやと思います。 1DX の人がそろそろ他のメーカー移るでほんまにって言ってるところにご安心ください。 1DX の方、EOS R1 用意しました、R5 M2 用意しましたっていうね、そういう印象なのかなってところがあります。高尾鈴木さんかな、さすがニコン使いはキャノンのプロの機能ことをよく分かっていますね。いやそんなとんでもございません。多分他のね1個上の、305F ミオさんもね、多分分かってたみたいな感じで、ああなるほどキャノンはそっちで来るのねってのを結構ね汲み取られた方も多いんじゃないのかなってのは思います。あとちょっとこれねアンケートなんかしてたんですけど、 EOS R1 で気になったことはありますか。まず100万円超え、価格が気になったが 38%、 クロス AF 搭載に魅力を感じる 30%、 各社フラグシップが出揃ったことが興味深いが 24%、 R1 マークとか R5 マーク2の質量、軽さですね、重さってものが、羨ましいなってのが 6%、 まあ49票の中からの割合ではいるんですけども、だいたいねやっぱ100万円超えてきたなフラグシップもみたいなところがすごくね注目されていたかなっていうところですね。こちらが、ちょっと前の動画になりますね。 D780 と AFS200-500 の F5.6E のカメラの話でございますね。キャリーについて、今までリュック撮影に行ってましたが体を壊したの分かります。私もね野鳥撮影で背中痛めてね起き上がれなくなったんですよ。それからキャリー使うようになりました。それまではキャリーってね言うたら移動がちょっとしづらいですよ、ガラガラガラってね。で階段ポンポンポンって上がれないんですけど、やっぱりね三脚望遠レンズ、カメラ2台とかになってくると7キロとか平気に超えてくるんですよね。でそうなってくると初めはいいんですけど、撮影終わって帰る途中とかやっぱ体に結構ね負担がかかるし、それが1日であればねどうにか頑張れたりもするんですけど、数日続くとさすがに背中もう曲がらんなるっていうねところがあって起き上がれなくなったことがありますので、それからキャリーでの、カメラバッグっていうものを使うよう併用するようになりました。なので可能な限り撮影を続けれるコンディション作りが大事だなって思ったので、キャリーっていうものをね併用するようにはなっているという形ですね。2キロ程度のキャリーをご存知でしたら教えていただけたら幸いです。こればっかりはね内容量っていうのがあるじゃないですか。カメラどういったレンズ使ってどういったものを入れるのかによりますので、まあ質量も大事なんですけど、キャリーの場合は床ゴロゴロってできることがあるので、実際まあ量販店とかね見てもらうのが一番いいかな、自分がしっかり来るのを選ぶのがいいかなって思います。でこういった細かい内容に入っていくとサロンメンバーさんの特権になります。機材の購入検討相談とかね、そういったところがありますので、まあサロンメンバーさんとかにお答えする内容になりますので、 YouTube のちょっとコメント上ではまあふんわりお答えするまでにとどめることをご留意くださいという形ですね。次が防湿庫でございます。そう、防湿庫買ったんですよ。もうほぼ写真中突っ込んじゃってますけどね。東洋リビングのね、ちょっと大きめのものを購入して、まあ湿度も 45% ぐらいずっとキープしてくれてるので、まあすごく、まあ使い勝手がいいなというところがありまして、写真集ね、まあ紙媒体っていうのかな、新聞とか切手とか、そういった記念すべき紙のなんかプレミアついてる雑誌とかね、そういったものを結構防湿庫とかで保管される方も多くいらっしゃるっていうところで、私自身写真集ね販売しておりまして、写真集の、管理ですね、ストック管理に防湿庫に入れております。これね72ページ80カット72ページ90カットで写真集ジマチューブセレクトというものを作っております。ボリューム1ボリューム2ね両方ストックあるんですけど、それのストック入れに防湿庫
を使っている状態でございますね。フルカラー7色印刷のものになります。一般的に、ね、4色印刷のものが多いんですけど、7色印刷で、印刷所さんの一番いい紙、一番いいインクで作ってもらったものになりますので、興味ある方ね、ぜひご購入いただけると嬉しいです。概要欄にねリンク貼っておきます。で、この防湿庫の話なんですけど、ご自身ですね、自分はComer、 なんて読むんやろうね、コミャーですか自分はコミャーさんでいいかな、コミャーさん4179さんかな、自分は、通り半の T83D の、マーク2っていうのかな、 M2 を使ってますと。すで、に廃盤となった乾燥剤、乾燥剤方式やったら、でも全然やっぱね、10年以上って書いてますね。でもやっぱ劣化するのか、ある程度10年以上、さすがに乾燥剤方式でも10年経つとドライユニットの劣化が気になって買い替えを検討していましたが、奥行きを抑えたものが通り半も東洋リビングからも扱っていない。結構ね、中の量に対して防湿庫って外側外寸でかいですよ。内寸ちっちゃいけど外寸でかいので難しいですよね、自分のこのレイアウトに合う防湿庫を探すっていうのは。で、特注を打診しましたが、2社とも既製品とかなり仕様が変わる、武骨なロッカーみたいになっちゃう。それはちょっと面白くないですね。で、明らかに高くなっちゃうのでおすすめしないと断られちゃいました。でもそこでね、無理くりすごい値段で見積もり出されるよりかは、既製品から選んだ方がいいっすよって言ってくれる通り半も東洋リビングの担当の方もいい人ですよね。そこでどうしてもね、売り上げ作りたかったら、お客さんのそのね、こと度外視にして無理やりでも受けてたかもしれないけど、ちゃんと既製品進めてくれるっていうのはいいことですよね。じゃあどうしたか、通り半からドライユニットの在庫が倉庫から出てきたけどいるぐらいの感覚、すげえ温度感ですね。めっちゃいい人じゃないですか、いるぐらいのメールが来たので、光の速さで入金素晴らしいですね、スピード大です。だってもしかしたら同じ10年ぐらい同じね、防湿庫購入された方が、もしかしたら同じぐらいのタイミングでドライユニットがダメになってたら、多分同じ行動をとってたんですよ。通り半さんとかに、ドライユニット交換ないかなみたいな。で、その時に、ちょっともたついてると、じゃあ私が先もらうみたいな感じで取られてたら、防湿庫どうしようってなってたところを、光の速さで入金したっていうのが、まあ言うたら、オークションじゃないけど、ね、入札じゃないけど、勝ち取ったっていうのは、素晴らしいと思いますので、COMER さん、ごめんなさい、コミアさんと呼ばせてもらいますね、コミアさんの、一つの、戦い方だったと思います。素晴らしいと思いますね。次が、ニコン系 YouTuber 2024年上半期の振り返りというところで、私のね、この6月までの活動の振り返りをお伝えさせていただいた動画なんですけども、自分にとって Z63 の購入をきっかけに、ジマさんのことを知れたのが大きな変化でした。そんなそんな、ありがとうございます。嬉しくね、受け取らせていただきますわ。もうね、やっぱね、ニコンのカメラを使い始めて、ニコンを検索ワードとして調べた時に、ポポポって出てきた時に、ニコン系 YouTuber ってこんな人たちがおるんやっていうのを知っていただくことがね、多いので、最近ね、ご新規さんも結構いらっしゃいますので、今後ともぜひよろしくお願いいたします。まあ、Z63 に限らずですね、いろんな、まあ、カメラとかレンズとかね、ニコン系の情報を発信しておりますので、役立てていただけたらなというところでございます。で、また EOS R1 の話はね、上のところですね、ここです、ここ私の右上にあります EOS R1 の話に戻ってきたんですけども、コメントついた順番でいくんでね、7500を利用しております、一眼レフですね、7500を利用している私からすると、最近の新機種に興味が出ない、7500の後継機を出してもらいたい、 Z50 どうなるんでしょうね、なんか受注停止になって、一部ではね、ヨーロッパで USB のタイプ C じゃないとダメみたいな、まあルールみたいなのができたから控えてんのかなとか、もしくは後継機が今後近々出るのかなとか、もっと言うと単純に Z50 とか作るラインがあったら、他のラインに集中させたいがためにリソースの管理として止めてんのかなとか、いろんなね、憶測が飛び交っておりますが、まあどうなるのかっていうところが気になりますよね。まあ、Z50 の2型が出るとね、D7500、まあレフ機の7000番台をね、使われてる方も動きやすいかなっていうところが多いかなっていうふうに思います。普段、
クコノミさん、クコノミさんかな、普段花とか風景、たまに動物園、そんな私には一眼レフで困ることがないのです。シャッターの音とか振動も楽しくて、光学、高機能カメラがこの先も続くと思うと、高額な高機能なカメラがこの先もどんどん出てくると思うと、趣味で楽しむ方は減少していきそうですよね。この先趣味はカメラですのカメラはスマホの意味になりそう。確かに、あの写真撮ってますがカメラで撮るんじゃなくて、単純に写真楽しんでますみたいな風になっていくのかなっていうところは、確かにね、印象としてありますよね。次はニッコール Z35mmF1.4 のレンズですね。無印のね、気軽な 1.4 の登場に関しての動画です。 35mm マリネドリームさんかな、 35mmF1.8 と 1.4 の違いがよくわかる動画としてとても参考になりました。ありがとうございます。35のね 1.8S ラインと35の 1.4で、まあ悩まれてる方も数多くいらっしゃるかと存じます。やっぱ価格も似てるし、サイズも似てるし、重さも似てるっていうところがあってね、まあどういった使い分けがあるのっていうので悩まれてる方も多くいらっしゃるかと存じますので、この動画がね役に立ったようで嬉しいです。 35mm の画角が苦手なので 28mmF1.4、 あ、いいですね。 28.1 だから 1.4 シリーズも 22.435、まあ28って話ですけどね、35、50、85あたりは 1.4 でも出てほしいなってのは思います。なので 1.2 っていう S ラインのものすごい描写性能特化のシリーズと、 1.4 のシリーズと 1.8 の S ラインのシリーズっていう、この3つのラインが単焦点の中で Z レンズでね登場してくれると面白いかなってのは思いますね。サジタルコマフレアのことやね、サジタルコマが目立ちます、昼間の撮影には関係ないですねっていうところで、まあこのねレンズに関していろんな、まあ、あの評価ってものがありますので、昔から、Z レンズは描写性能に素晴らしいっていうところに魅力を感じている方からすると、なんであえて今更無印でこのレンズ、しかも S ラインと同じぐらいの値段質量サイズで買うのってなるんですけど、あの別メーカーさんから移ってこられたりとか、あとは単純に今までの S ラインで良かったけど映りすぎやんねっていう心配がある方からすると、逆にこう開放でフォワッとちょろちょろっと絞って2とか 2.8 で、パチッと映るっていうレンズはこう柔らかくもできるし、バチッと撮ることもできるっていう選択肢がねあるっていうところで結構好まれてたりしますので、 1.4 シリーズの存在っていうのは登場当初は多分混乱があったと思うんですけど、今後多分定着してくると思いますし、1.4 で作品撮りをされる方も増えてくるんじゃないのかなってのは個人的に思うところがあります。そんなレンズかなっていう印象ですね。でこれはキャノン EOS R1 の魅力っていうところですね。まあソニーも値上げするみたいですし、ついにフラグシップ機が100万超えの時代ですね。まあ先ほどのねアンケートでもついに100万円超えちゃったかっていうねところをみんな意識されてましたけど、今回搭載された人物登録とフォーカスシフトカメラ内処理が気になります。人物登録すでにソニー機にあるようだし、カメラ内でフォーカスシフト合成もオリンパスにあるので Z9 のファームウェア対応してくれると夢見てます。やはり今回の EOS R1 っていうのはそのフォーカスですね、オートフォーカスのところがものすごく進化していると、かつカメラだけの進化ではなんか限界があるのかもしれないかなって思うところがあるんですが、やはりその人物のこの人を見つけたら捉えてねっていう優先的に捉える顔の登録であったりとか、例えば選手のね登録であるとか、私は三笘選手担当するとかね、私はブライアン選手担当するとか多分あると思うんですよ。でそんな中で登録しとく、かつ視線入力でこうファインダー覗いているね、カメラ撮ってる人本人の視線が右に行ったの左に行ったので、ある程度フォーカスをこっちの割合からフォーカスを多く撮ろうかなとか、カメラがきっとアシストしてくれるような時代になってくるので、カメラそのもののオートフォーカスの進化も大事なんですけど、莫大なその量からこれですよねっていう当てずっぽうでいくよりかは、ある程度撮り手側がまあなんていうの、学習させるじゃないですけど、この選手を撮りたいとか私の目線に合わせて撮ってほしいっていうのをカスタマイズすることによって、より精度を高めることが今のカメラ、特に EOS R1 なんかはチャレンジしている領域なのかなっていうふうには見てて
思うところがありますね。ちょっと可能性感じますよね。 EOS R1 はソニーとは違う可能性の、実用面での可能性ってものをすごく、感じるようになるかなって思います。でこれは、APS-C の話ですね。坂正さんかな、かなり古い、あ、そうですね、この動画結構前の動画ですね。古い動画で恐縮ですが、ソニーの、カメラで、モノクロ撮影が結構いい感じになります。いいですよね。そういった、あの、別に常に最先端のカメラを追い求めるのじゃなくて、もちろんその商業とかスポーツとか報道とかのね、撮影でなってくると常に最先端の最新の戦えるカメラが理想的ではありますが、作品撮りってなってくると自分が撮りたい描写をしてくれるとか、自分が持ち運べるサイズであるとか、そういった総合力での勝負になりますので、常にね、最新の機材を追い求めるってわけではない点はしっかりね把握しておかないと、財布がなんていうの、ペラペラになっちゃいます。全部あのニコン、キャノン、ソニーにお金持っていかれちゃいますので、そのあたりはねご留意いただけたらいいかなと思います。高野スさんかな、1765ですね。EOS R1 の魅力について、メーカー戦略に関する解説ありがとうございます。いえ、そんなとんでもございません。私なりの思う各メーカーの戦略というか、こういう風にフラグシップ切ってきたなっていう印象をお伝えさせていただきました。1980年代に私はキヤノンからスタートして、諸々のメーカーを渡り歩いてきました。現在はニコン Z8 とハッセルブラッド、おお、またそれは渋いですね。ハッセルブラッドに落ち着いています。砦の撮影やスポーツの撮影のようにオートフォーカスに乗しない小説にとっては、そうなんですよね。あのこの前の動画でニコンのオートフォーカスがネタになるって、あのトランプさんの事件でね、あのキヤノンはこう映る、色鮮やか、ソニーはこう映って、オートフォーカスバチバチ、ニコンはフォーカスずれるでしょっていうネタにされた動画があった、あの写真があったんですけど、海外のねインフルエンサーの、いては、まあツイッターみたいなやつで出た時に、ニコンはね、まあオートフォーカスに依存しなければものすごく使いやすいです。ニコンがしっくりきています。私もそうでございます。個人的には手堅いキヤノンよりもニコンの挑戦していく姿勢、特に Z シリーズってね、あのアクティブ、アグレッシブっていうの、すごくどん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 進化してやろうみたいな勢いがねあるのが素晴らしいかなっていうふうに思います。ここすごく長いね。何の動画やろうか。あ、これですね。あ、値上げの動画ですね。値上げの動画ものすごくね、あの反響あったんですよ。ニコンのカメラレンズの値上げはあるのか、ソニーの価格改定、キヤノンの100万円フラグシップの影響から考察するっていうところなんですけど、すごい来てますね。ちょっと待ってくださいね。一番初めはここかな。さっきの高野スさんがいらっしゃるので、スターダストさんかな。これ以上上げたら、まあ、価格ですね、これ以上値段上げられると買い控えですね、買いたくても買えない、なのでカメラがどんどんこれ以上値段上がっていくと買いたくても買えなくなっちゃうので、業績に響きそうですよね。立て続けの値上げってものはさすがに理解入れないと思います。株主的にも業績が心配になっちゃいますと。ソニーが高価格化するならマウント変更組を獲得してほしてですね、生産量で勝負してほしいと。カメラが車に並ぶ、まあ100万円って言われると確かに車買えちゃいますよね。まあ今車も高鳴ってるでって車好きによく言われるんですけど、100万円すんねんでカメラ、どう思う、カメラ車買えたよなーって話すると、何言ってんの、今 K で150万すんで、車って今そんな値段上がってんのみたいなね。その代わり K もものごっつえ良くなってるで、でも K やけど快適やでいうね話をよく聞いてたりするので、まあ、車もカメラも何もかもが値段上がってる時代なのかなと。まあでもどうなんやろうね、トランプさんの話が優勢になったっていうところで、円安が一時的にね、トランプさんが円安進みすぎて怒って円高の方に触れたりとかしておりますので、ちょっとトレンドが変わってきているところはあるんですけど、円高に触れたからといってカメラが安くなるってわけではないですし、ちょっと難しいところですよね。次が1230033ですね。ニコンの、場合、価格改定もするけどファームアップするから、そうなんですよ、ニコンの場合はファームアップにちょっと期待しちゃうので、許してねみたいな感じで許せます。私もそうです。あの納得して買い物しているメーカーになりますので、まあまあまあしゃあないかなっていうところで、購入しております。で次が、佐藤さんかな、佐藤アニセさんかな、
先日注文した Z7II を引き取ってきました。おめでとうございます。注文ね、おめでとうございます。ニコンが他社に追従して価格改定する可能性が高いと踏んだため、Z レンズもついでに3本買いました。おー、いや、いいんちゃいますか？すごくね。買っちゃったらもうそこから取り続けるだけになりますので、元取っちゃいましょう。人生初ローンを組むのに変な震えがしましたわ。いや、大事ですよ。そこで逆にローンを組むのに震えもせんとニコニコしとったらちょっと怖いんでね。高額ローン組んじゃったりしたら怖いので、しっかりローン組むときは緊張というか慎重にね、選ばれるのがいいかなっていうのは思います。タムロン28-75購入予定でしたが、ここに来てソニーの価格改定が入ったのでニコンももしかしたらと不安になっております。 ZF を冬のボーナスで購入予定でしたが、予定を早めた方がいいかもしれませんね。キャッシュバックがあったらよかったんですけどね。まあ確かに ZF ね、まあ Z6-3 の登場でまた再注目されてるっていうところもあるし、価格改定がもしほんまにニコンに入れば、多分同じように駆け込み需要っていうものが出てきますので、在庫は一気にはけてしまうと思いますので、購入が早めれるのであれば、買うのがもう決定しているのであれば、ご自身の中でね、まあ、早めに買ってしまって安心するっていうのは一つの戦略としてありだと思いますね。キャッシュバックに関しては ZF はせえへんなちゃうかな。だって1000でも売れるでしょう。まあ、Z8 とかは Z6-3 とかの兼ね合いでキャッシュバック対象とかになったかもしれないけど、 ZF はねまだ新しいしね。でそもそもカツカツでやってやるやろうしね、あの値段見ると。なのでまあそんなにあっても1万2万とかなんちゃうかなっていうところがありますので、それに、かけるよりかはもう先に買っちゃうっていうのが、1万2万分ぐらいのキャッシュバック分を購入して元取ったろうぐらいの勢いの方が私やったらいいんちゃうかなって思いますね。で次が、プロジェクトシンさんかな。ジマさんの日頃の動画を含め他の配信者の方の動画を拝見して悩んだ結果、今のキャッシュバックキャンペーンのうちに Z8 購入踏み切ることができました。はい、皆さん拍手おめでとうございます。購入のためにレフ機の望遠単焦点レンズをさよならする、いやそれは下取りってことでしょ、さよならする羽目になるかもですが、これからの値上げの怖さがあるので致し方ないと。本当にこれ以上カメラの値上げ勘弁してほしい。本当ですね。なのでもういるカメラ、いるレンズをもう買って、もうそっからもう他のカメラが出ようがもうなんていうのを気にせずに、今私の手元にあるカメラレンズで撮り切ったろぐらいの感覚で、扱うのがいいかなっていうところですね。次がエリオコムプレックスさんかな。いつもあのリアルタイムのチャットとかでねコメントいただいてありがとうございます。価格改定があるとすればのテーマでありながら、ニコン製品のコスパを含めた性能比較のおさらいを聞かせてもらえたようで、その面も興味深く、視聴させていただきました。ありがとうございます。そうですね、各カメラレンズでこんな値段が来るよねだけじゃなくて、このカメラこのレンズはこういう特性があってこういう人に合うから、買うんやったらこの人がいいよ、で値段が上がるんやったらこうかなっていう、あの私なりのフィルターを通した情報発信になりますので、新たにそのニコンのねことを今調べられてる方も多くいらっしゃいますので、この動画がね一つそういった役に立てば嬉しいかなと思いますという形ですね。次ジンさんかな、88313ジンさんですね。 Z6 の3ですね。 Z6-3 を、契機にソニーを手放しました。おお大英断、でも 85mmF1.2 を値上げ前に買えるかな。広角ズームの方が先に欲しいね。値上げ先か手に入れるが先か、それが問題だ、それが問題ですね。まあでも Z6-3 の、まあ、購入ってものを踏み切ったっていうところはまずおめでとうございます。でまあレンズをねいつ買うかって話ですね。まあ気づいたらレンズって増えてるもんなんで不思議ですよね。なので特に心配しなくても勝手に欲しいタイミングでレンズって増えてると思います。どんなアドバイスやっていう形ですけど、次が先日 CF エクスプレスのSD のことで相談のコメントをさせていただいたものです。ありがとうございます。お答えいたださせていただいた方かな。先日 ZF をニコンダイレクトで注文しました。おめでとうございます。みんなカメラ買うね。クーポンが届き次第 50mmF1.2S を追加で注文する予定です。そうなんです、そうなんです。クーポンが一緒に買っちゃうとクーポンが手元残るんで、さっき別でカメラ買うてクーポンゲットしてクーポン使ってね、使ったら1年間の猶予期間気にならんよっていうちょっと裏技的なことをお伝えさせていただいて、コメント返し動画で答えていただきありがとうございます。やっぱみんな見てくださってます。
嬉しいわ。この動画見てくださってんのね、よかった。コメント返し動画が役立ってたらね、嬉しいかなというふうに思います。で、意外とね、コメント返し動画じゃなくて今まで文字でコメント返してたんですけど、まずコメント返してもみんな見ひんっていうね。で、同じコメントがまた同じ人から届いて、前のコメント返してもらってない、いや返したんやけどって方が結構多くいらっしゃるんですよ。で、私もそれやきもきしてて、じゃあもう動画にしたら見るんじゃないっていうのでお答えさせていただいているところがあります。踏み切る購入のきっかけになりました、おめでとうございます。 ZF ね、届いて 51.2、 結構レンズ持つ感じになると思うけど、 ZF さえあれば、50の 1.2 さえあれば他のカメラレンズと組み合わせても使えるので、ミラーレス一眼カメラレンズね、付け替えれるっていうのがポイントになりますので、ぜひね、楽しんでいただけたらと。Z9 の中古を購入予定でしたが、マップカメラの中古価格が4万から5万ほど値上がっています。今ね、マップカメラさんだけじゃないけど、カメラを欲しがってるんですよね、中古カメラ屋さんが。もう在庫が欲しいと。もう国外に売るのに、もう円安でバンバン売れるからっていうところがあってね。で、キャノンのまあ新製品やソニーの値上げを受けてだと思います。学生なのでこれ以上の値上げは正直厳しいです。冬まではなんとかこの値段を維持してほしいところです。もそうですよね。私自身も学生時代にね、カメラ買ってましたけど、こんなに高くなかったです。5万円とか8万円で、キットレンズ付きで、D3000 番台とか変えてたので、今 Z30 とかでファインダー内カメラでもキットレンズ入れると10万円ぐらいでしょう。確かに当時の私の学生時代、時給850円とかやったんです。今時給1000円とかになってるので、確かにその物価の高騰とか、あの円のね、価値が変わってるっていうのはあったとしても、さすがにちょっと10万円入り口って学生には辛いじゃないですか。なんぼ頑張っても1ヶ月ね、アルバイト学校行きながらしたら3万5万、めっちゃバイト入っても5万とかでしょ。で、その中から言うたら携帯代とか親に渡す、お金渡すとか考えていくと、手元3万ぐらいでしょ。ってなると、まあ10万円って3ヶ月とか4ヶ月かかる買い物なので、しかも他の趣味一切なしですよ。なので、なかなか学生さんには手の届きにくいものになっちゃってるなーってのは感覚としてありますよね。で、次が MSYK7848 ですね。今後の撮影に必要と思われるカメラレンズはこの数年で一通り買ったので、おお、おめでとうございます。このね、今年の秋値上げとかであれば、現行品は大丈夫ですが、Z9-2 とか Z8-2 ね、これね、2型ってものが出る頃に今より大幅に値上がしていたら怖いなぁと、それは私も思っちゃいますね。 Z6-3 は日本では40万円でも、アメリカでは$2,500というところは、まあ言うたら110円時代やったら27万ぐらいで買えてたんですよね。ってなると、 Z6 の2型と据え置きやったんですよ、価格。あんだけ機能強化来たのに。なので円安ってね、なっちゃいますよね、正直。それまでの間に今より円高になっていたら、まあちょっとね、この動画を収録する間には160円割ってるので、まあ実際ちょっとずつ円高に戻ってきているところがあるんですけども、まあ機能がね、上がっても据え置きの可能性もありますよね、というところで、ニコンの場合はあると思います。カメラ結構ばらまき型なので、ニコンっていうのは。で、レンズで勝負するところがあるんでね。結構ばらまき型なので、あり得るかなって思います。次が、今買うべきカメラ3選の動画ですね。 ZF ポチってしまいました、おめでとうございます。購入ね、 ZF 皆さん購入されてますね。 40mm レンズ好きは遅れるそうです。2ヶ月ほどキットレンズのことかな。ニッコール Z40mm の F2 のスペシャルエディションかな、月っていうものは遅れる。まあ、ZF-C の28のスペシャルエディションもそうやったんですけど、キットレンズ月は遅れがちっていうところがありますのでまあ気長に買ったら、まあいつか届くんで待っとってもらったらいいんちゃうかなっていうところですね。次が、ニコンミラーレス一眼カメラ APS-C の3種類のね、 30FC50 どれ選ぶべきかっていうところで、ミラーレス DX フォーマットのデジタル一眼、7000等々に対応する Z50 の上位モデルは出てくるんでしょうか、情報お持ちでしょうか。もし持ってたとしてもお答えはできないですね。ちなみに持ってないですね。で、だからこそ、なんていうの、Z50 の受注停止ってなんなんやろうねって動画を投稿しておりますので、ぜひね、一緒に見てもらえると、なるほどって思っていただけると思いますので、さっきのやつかな、 Z50 のね、コメントあったと思いますので、チェックしてもらえるといいかなと思います。
次が、あ、APS-C のね、動画。結構これ見てくださってますね。APS-C とフルサイズ比較したやつで、結構クイズ出してるんですよ。どっちがフルサイズ、どっちが APS-C で撮ったでしょうみたいな。まあ、35と50のレンズ使ってね、1.8G のレンズ使ってるんですけど、コンデジで撮ったものを混ぜてもわからない。これは難問だっていうところで、結構難しいっすよね。まあ、背景の映り込みとか、まあ、言うたら難問でもあるんですけど、でも普通にパッと見た瞬間にわかんないっすよね、ってのが正直なところでございます。あ、これもコメント読み上げありがとうございます。あ、やっぱコメント読み上げ動画見てくださってるね。続けていく、ボリューム6まで続けていく、6回目まで続けていくと、結構皆さん見てくださってる方が多くいらっしゃいますね。よかったです。Z63 ですね、6の3型と35の 1.4 の印象共有という形の4回目の動画に対してですね、コメント読み上げありがとうございます。いえ、とんでもございません。こちらこそコメントいただきありがとうございます。実はすでに 51.8 買っちゃいました。おめでとうございます。いいじゃないですか、 1.8 ね。私も少し使ってますよ。もう少し待ってお話を聞いてから判断すればよかったかな。おすすめされた 85.8 次のタイミング。そう、まあ50もいいですよ。めちゃくちゃいいと思います。ただ振り幅として85の 1.8S ってのもあるよって話になります。で、私も実際85も50も 1.8 両方持ってますけど、全く別物なので両方持っとっていいと思います。なので、まあ、順番でキャッシュバックのタイミングで狙ってもらうっていうのがいいかなっていうところですね。これまたすごいな、フルサイズミラーレス一眼 Z63 型買うべき人はっていうところが結構ボリュームあるので、ここで一旦区切ろうかな。カメラ初心者におすすめの3500-5600の比較、結構前のね動画ですけども、つい最近 D70 を購入し、おめでとうございます。カメラが楽しくなってきました。もうまたこれは渋いカメラを購入されましたね。動画撮影もしたいので D5600 バリアングルやしね、結局5000系統って5600で打ち止めになっちゃってるところがあるので、5600めっちゃ軽いしね、バリアングルで使えるっていうところもありますので、ぜひね楽しんでいただいたら。ただバッテリーが結構ね、動画になると消耗が激しいので、予備バッテリーはね、何本か動画を収録する上では持っているのがいいかなっていう風に思います。いかがだったでしょうか。今回もね、数多くのコメントを皆さんお寄せいただきありがとうございます。ざっくり30分ほどねかけて皆さんのコメントをお答えさせていただいたんですけど、何名かね続けてきてると、やっぱりコメント返し動画ありがとうございますってね、コメントを読み上げさせていただいたものをご視聴いただいて、まあお答えになったようなところもあるようでございますので、まあこれは継続していくことで積み重なっていく視聴者様とのコミュニケーションの場になるかなっていうところもありますし、あ、なるほど、他の方はそういうカメラ持ってんのねとか、そういう悩みがあるのねとか、あ、他の方はそういう相談やったけど、ジマさんそう答えた、私もそれ当てはまるわとかね、他の人とのやり取りを見て自分も学びになる動画となれば、なので共有していく上でのナレッジとして、まあ社内でよく研修とかであるじゃないですか、先輩社員のいろいろあったことを、なんていうの、知識として溜め込んでいくナレッジっていうね、ああいう場として使っていただけたらなと。なので、ジマチューブというこのチャンネルをご視聴いただいている方々の中で共有していく一つのコメント返し動画が、知識の共有のストックとなっていけばと。まあいろんな質問ありますけど、それボリューム4とかボリューム3で回答してますわみたいなのがポンポンポンってね、出来上がってくると、私の中でも一つの知識のなんていうのをストック場所としてこの動画が役立つかと思いますので、まあそのコメントいただく量がものすごく数多くいただいておりますので、全てリアルタイムでお答えするっていうのは基本サロンメンバーさんと VIP メンバーさん、メンバーシップご加入の方のみになりますので、他の方がまあ1週間ほどお待たせしていただいて、お待ちいただいて一括でドンってお渡しするような感じになっておりますので、今後もね、まあラジオ感覚でこういったコメント返し動画を楽しんでいただけると嬉しいです。で、時折ね、コメント返し動画の方が楽しいみたいなね、ジマさんのこの妄想めいたニコンの話もおもろいけど、コメント返しの方が現実的っていうところでね、コメント返し動画をリクエストされる方も結構増えてきておりますので、今後もね続けていこうかと思います。このチャンネルではですね、撮影に関すること、カメラに関する情報ニュースを毎週更新でお届けしておりますので、ぜひ、チャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。もうコメントしてる方は皆さんチャンネル登録してくださってますよね。もちろんね、してくださってますよね。
押し付けがましい。でもぜひチャンネル登録してください。頑張りますので。あと、オンラインサロン、ジマチューブコミュニティっていったものを運営しております。よりね、深く入っていく内容になっていくと、こういったオンラインサロンの中での機材購入検討相談であったりとか、あとは皆さんのお写真、サロンメンバーさんのお写真投稿していただいて、月1、フィードバックっていうとちょっと大げさですけど、私なりの受けた印象をお答えさせていただく、サロンメンバーさん限定の動画を収録してたりしますので、ぜひね、興味ある方はご加入いただけたらと。あとは写真集ですね、ジマチューブセレクトボリューム1、ボリューム2作っております、72ページ、80カット、90カットでそれぞれ作っております、フルカラー7色印刷でございますね。ゴリゴリにこだわった写真集を作っております、どちらかというと私自身の日常のお気に入り写真をまとめた、写真集になっておりますので、ぜひ興味ある方はね、一緒にチェックしていただけるとめちゃくちゃ嬉しいでございます。また定期的にね、コメント返し動画っていうものは、収録しておこうと思いますので、次回以降もお楽しみいただけると嬉しいです。暑い日が続きますが、皆さんご自愛なさってくださいね。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。